おはようございます。いただきチャンネルサスケでございます。ということで本日は12月の11日、はい、まあ名を馳せた5号機例の3機種ですね。絆、ハーデス、モハンゲッカ雷鳴が撤去される最後の週の平日というところで、本日は新宿はアラジンさんで収録ということで、抽選番号が123番。まあやっぱり平日でもね、何でもない土平日でもまだまだ多分200人以上朝一お客さんがいるというところで、この番号で果たしてハーデスが取れるのか。1ヶ月前とかだったら普通に取れるはずなんですけれども、ハーデスであれば。ただちょっと今日はどうなのかなと。やはりみんな追い込みがね、あ、各有私ももちろんハーデス満杯目指して追い込みをかけていきたいので、とりあえず第一希望ハーデス取れなければ、まあまだ来年8月まであるのにサラバンに行っちゃおうかなという、単純に口だからということでやっていきたいなと。まずは台取れるか。さあいざ入場でございます。おはようございます。おはようございます。まあ2階に上がり、たまたまねよく会いに来て一緒に打ってくれる人がいるんですけど、抽選並びだったんでその人についていきながら、あ、もうハーデス回してる音が聞こえるもんな。いやー、まあ角は絶対無理なんで。うわ、埋まってる。あ、開いてます。あ、ここ、いや、もうしょうがない、ここは。あ、開いてるのかな。入らない入らない。ラス1ぐらいでしたね。ラス1ハーデス取れました。やっていきましょう。さあということでハーデス、もしかしたらこれが最後になるかもしれないやつ、やっていきましょう。なんか昨日のデータがすこぶる、パッと見た感じすごくいい台です。ハマってない。もうこの後に及んで設定なんていうことはもう考えてる場合じゃないんで、今日は満杯を出す、ただそれだけでやっていきたいなというところなんですが、やっぱりいつもはね、ピロタとか、まあ、たまに竹雄とか、まあ、カメラマンが後ろにいてくれるんですけど、いないと結構荷物大きい人とかもいるんで、まあまあ人がぶつかったりするんで、カメラがなんか気づいたらカメラが後ろにぶっ倒れてないか、ちょっと頻繁に私振り返りますね。例えば本日は12月のまあ11日ですけれども、現時点でなんで、まだ今月の3分の1かなが終わった時点で収支がマイナス15万と、先月の収支が最終的に、35万マイナスで終わったんで、まあ引き継ぎ50万負けてるんですよね、この直近の 1. 何ヶ月、11月と12月のここまでで。一応自分でも忘れてたわけではないんですけど、動画ではちょっと言ってこなかったんですけど、最近あのこの動画のみならずね、確か今年の頭に立てた、まあ、一つの目標として2019年の収支をプラス、10万枚目標とかに確かしたはずなんですよ。で11月までは無敗だったんで、じゃあ10月か、1月から10月までは10ヶ月間もう月単位で無敗で、まあ結構いいペースで来てて、あと2ヶ月でっていうところで、先月やらかしまして、まあ動画でも結構言ったんですけど、まあ勝てない。あんまりオカルトとかそういうなんか信じないタイプなんですけど、さすがに10月の末で引いたマドカの最後のフリーズ、あのフリーズから10月はその後1回打ってボロボロに負けて、でそこからもうなんか本当フリーズ引いた次の日からマジで勝ててなくて、そこからもう本当にほぼ勝ちなしで50何万負けてて、全然そういうの基本的にあそこで引きを使い果たしたとかそういうの信じない派なんだけど、さすがにそうなのかなって思っちゃうぐらい、ちょっとマジでできない、やれてない。今年ね、10月までずっと勝ち続けて、まあ、月単位で設定狙いとか立ち回りって呼べる代物ではないけれども、一応
勝ちを意識はした立ち回りはしてた。逆に10月まで、今年の10月までがそれでそんな、まあ言ったら適当に10ヶ月間勝ち続けてきたのがよく続いたなといえばそこまでなんだけど、だからといってその反動かのようにその直後にこんなにマイナスが続くかっていう、まあ月単位ではまだね1ヶ月マイナスになっただけだけど、内容がもう収支表が真っ赤。まあそれもこれも全てこのハーデスで万枚出れば別に全部 OK、まあ金額的には全然戻ってこないけど、万枚が、まあ、2万枚ぐらい出たら全然いいし、3万枚出たら戻ってくるし、まあ、全てはこの時のためだったと思うことにしますか。最近プライベートでもその収録なしの来店だけの仕事の時も、まあ、積極的にハーデスを狙ってるんですけど、確定役は実は結構引けてて、前回も直近で打ったハーデスも朝1名王ぞろいですよ、2万1001でからの紫7ぞろい、初当たりその2回、8万負けみたいな感じで引けてるんだけどっていうね、やっぱり最後の最後までジャッジメントがやれない人生なんですよね。ただそれがこの間なんと初めて人生でハーデスの洗脳性をしまして、そっから何か変わるんじゃないかなと。ただ最近全回転フリーズは引けてないです。もう最後に引いたのはあのいつだ、年末、去年の年末ぐらいかな、全回転最速タッチ選手権か、その後なんかで引いたかぐらい。まあ引けてないです。巨大化だよね。なんでなんで、待って待って、これ激アツじゃん。2回来たよ。だってこれ3回目だよ。ほら当たっちゃうよ。え、3回来たらほぼ当たるよ。当たった当たった。今ちょっと何やったか覚えてない。右上がりキナーが引いたけど、まあいっか。219ゲーム投資9本です。よし万枚への道が開けた。さあファーストジャッジメント、ケルベロス、まあ1個超えてくれただけで十分でしょう。ハーデスステージ、もしさあ2枚目です。2枚目です。3枚目、3枚目です。そしてここで4枚目。いけ、よし、黄色一発チャンス。ああ、にぎやかに返してくれよ。じゃあありがとう。813ゲームヘルゾーン投資32本。ないない、よし、チャンス目、伸びろ。まあまあ OK、 まあ OK。 うまい。うわ、うまい。うわ、安っ。お、超えた？超えない。 OK、 まあいいでしょう。140。170ゲーム、463枚。まあ次の当たりこのメダルで引けたらいいなぐらい。刺さないとダメ。よし、ポケマルです。346ゲーム投資追加入れて36本。はい、ポケアノス3発。まあ設定は厳しいな。
ただなし。何事もなく、まあ順当多かったから OK。カブヘル。いいね。そうね、もうさすがに1500ゲーム以上この台回して通用時分かってきたこの台のこと。ヘルゾーンか確定薬じゃないと当たんで、つまりめちゃくちゃ大事。いやー黄色は外せね。おかわり。よし、うまい。もうバカもう一回、ああくそ、追加投資6枚目5枚、まずいな。もうこのまま当たらずにお金なくなるまである。新道場入ったんで、はい、対抗をお願いしていいですか。あ、いいですよ。気分変えて代行や。いや、人生最後かもしれない新道術やってきました。代行なんですけど、いや引いた人もね、引いた人もよく代行をやらせてもらいましたよ。もう本当にハーベス同様絆も撤去なんで、ラスト新道術、俺にとっても彼にとってもラスト新道術9個やったりました。はい、今日一番の引きをあそこで出してきましたよ。どうしましょうね、本当に。これ7枚目を入れちまったんで、いや、まあ、当たんなかったらもうこれ下ろしに行くしかないよね、さすがに。860ゲームなんで、俺ハーデスの天井とか全然好みじゃないんで、まあ天井まであと150、200切ったらまあ天井かな、200切ったら、250ぐらいだったらもう当たっちゃっていいと思ってるんで、外線と違って。167ゲーム午後1時55分金がなくなりました。さすがにここでは鳴らないんで ATM 行っていきます。お金を下ろしてきました。9枚目、今日これで天井まではいける。無事なのか、天井に到達しました。投資が86本です。頼む、2000、いや4000、乗っけたい。よっしゃ、人生最後行きましょう。やるわ。もう一回当たるまでの間、当たった後何にもなければ今日はもうダメ。
時間的にももうまんま出なさそうな時間になっちゃったんで、最悪あと1回現状ある。外れた？あ、当たった、当たった。7ハサミは当たりですよ。100ゲームちょうど、100ゲーム当たり。全部あるよ。よし、うまい。からの、いかない。現状負けたけど、まあよし。なんか知んないけど、もうちょっと打てる気がしてきた。ちょっと気合い入れるか、4連。よし、ほら、OK、もう一個さあ、まあいいでしょう。232ゲーム、74連。ああ、惜しい。駆け抜けたろう。ラスト、もう一回当たるまで行きましょう。時間的にも今もう4時ぐらいなんで、そろそろ始まんないとまんまい届かないんで、ついに左の台も確定薬を引いてしまった。確認している限りで俺の台以外全部確定薬、なぜ俺だけなんだ。626ゲーム、ギリギリ持ちメダルです。投資側なんで8万6000のまま。さあラストチャンスです。もう5時前なんで、ここの AT から始まんなければ万枚は達成できずと。なんか来い。あー、ワンチャン残した。よし、これ決めればまだ残る。ということで時間です。おしまいです。ボコボコ、何にもいいとこなし。まあ、まだあと数日あるんで、次の機会があることを信じて今日はこのぐらいにしてやりましょう。結果はエンディングでいきます。お疲れ様でした。ということでお疲れ様でした。今帰り道なんですけれども、とりあえずハーデスの結果の方が、8万4000円投資回収579枚で、まあ、ギブアップ、まあ、時間的にもう万枚出せないぐらいの時間になってしまったのでギブアップということで、まあ内容はこれどういう動画になってるのかよくわかんないんですけど、もう何もなし、天井行ってハーデスも300、最後出てきたペルセポネも100と、確定薬なし、まあ何もできず、なんか起きそうな気配すらなく終了ということで、まあ明後日があるんでね、明後日もう一回収録するんで、
そこでなんとかやっつけたいなと思います。ちなみに今夜9時半ぐらいなんですけど、あのあと収録終わって、まあ、あのカメラのバッテリーがなかったんで収録終わって今まで番長3打ってまして4万円負けました。トータル今日10万ちょい負けです。悔しいです。明後日ハーデスマン前リベンジします。お疲れ様でした。